はい、どうも、ヨシキンです。本日はね、めちゃくちゃおすすめのソフビをね、紹介したいと思います。それは、サンガッツさんの妖怪列伝、妖怪のソフビでして、これね、もう、かなり昔に、もう、終了してたと思う、廃盤になってたと思うんですけど、ね、ヤフオクとかで見たらね、今出てんのが、8000円。当時3000円だったのが、8000円即決で1つだけ。1点しか出てない。ヤフオクで調べても、1点しか出てこないんですよね。それがですよ、ね、なんと、定価で売ってるサイトを見つけまして、ベースなんですけど、ね。いやもうこれね、教えたくないですよね、本当は。ね。でもやっぱりね、日本フィギュア連合会として、ね、もう、安くていいものをね、紹介していきたいなと。ね。定価ですから。定価。ね。これ、ヤフオクで1点しか出てなくて、しかも8000円になっている。そして今もう全然売ってない。それがこのベースで、売ってるんですよね。ね。そのすごい妖怪のソフビが。見たいですか？見たい？じゃん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 じゃーん。来てよ来てよ。いや、カンズル3000円。ドーン！じゃーん。じゃーん。じゃーん。じゃんじゃーん。てん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 。ね。なんやねんと思った今。この妖怪なんやねんって思いました。いや、夜間図ですよ。夜間図っていうのはどういった妖怪かというと、この口が異次元にね、繋がってて、もうガンガン妖怪を吸い込んでいくの、口から。それを忠実にソフビ化しまして。ね。もうあれですよ。もう別パーツとかない。別パーツとかない。もう一体もんですよ。一体。一つのパーツ。ね。で、口も開いてて、中にポン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 ソフビ、ね。ソフビっていうか中にいろいろ入れられるという。蓋できないから。夜間ズルはもう吸い込むだけ。ね。もうこれ開けて外置いといたら、ここがホコリがどんどん入って偉いことになるんじゃないかなと思うんで、開けないけど、ね。これ何がすごいかというと、ね。この透明感。そしてこの口。ね。だからこの口からいろんなものをね、入れて楽しめるんですよね。本当に。いや、結構あるでしょ？透明なソフビにいろんなね、ビーズとか入れて楽しんだりする人いるじゃないですか。この夜間ズルは何がすごいかというと、口が開きっぱなしだから、ね、もう、なんか、なんていうの？温めてさ、ドライヤーで温めてパーツを外して入れたりしなくていいんですよ。もうこのまま入るから。ね、で、これが、2種類ありまして、クリアオレンジ成形と、あと、ラメ入りクリアブラック。ね。これ、クリアブラックは欲しかったなぁ。でもね、これは売り切れてました。これこれ。この素晴らしい姿見て。キラッキラの。これ透明なんですよ。黒の透明に金のラ、金じゃないな、ラメが入ってる。これはね、完売してました。さすがに。でもまだ、これ。これならなんと、定価で売ってるんですよね。本当に。なかなかね、店で並ぶことない。普通にフィギュアショップとか行っても、これ見ることはなかなかないと思いますよ。本当に。これ見ることなかなかないし、ヤフオクでもちょっと高なってるじゃないですか。ね。まあ、これが欲しい人がいるかどうかっていうところなんですよ。それが定価ですからね。ベースで。貼っときますわ。後で下に。ね。なので、本当に欲しい人。ね。定価で買ってください、これ。ね。転売しようと思ってもダメですよ。ね、これ買い占めて転売しようと思ったらダメです。なぜなら、ね、転売向けじゃないから。これは欲しい人がもう買うものなんですよ。ね、これね、3000円しめしめ。買い占めて8000円で売るぞと思ってるかもしれない。売れませんから。いやいやいや、そういうもんじゃないから。これは本当に好きな人が、ね、これと思ってね、見つけて買うもんだから。いやいやいや、これ、でも、すごいなぁ。3000円で、まさか定価で売ってるとは。これ買ってよかったぁ。いや、もう一個買おうかな、俺。いや、もう今回はさ、ね、この動画を見てくれた人のために、特別ね、定価で売ってるところにも紹介しちゃいましたけど、本当は紹介したくなかったら、もうこれ何個あってもいいもん。
夜間鶴って何個あってもいいもん。ね、この中にさ、透明なね、なんかビーズをいっぱい入れてもいいし、フィギュアをいっぱい入れてもいいしさ、ね、鉛筆とかいっぱい入れてね、ペン立てにしてもいいし、ね、とりあえず夜間鶴っていうのはね、本当にすごくね、いい祖父木なんですよ。もう数も少ないからね。俺多分ですよ、俺このショップ以外で見たことないもん。このショップ以外で夜間鶴が普通に売られてることとかあんまり見たことないもんな。ね、ヤフオクでもまあ今1点しか出てない。まあ8000円ですからね。もうこれ言うとあれあんまり言うとね、出してある人にあれなんで、あんまり大きな声では言えないですけど、定価で、今なら定価でお届け、ね、数も少ないと思うから、本当にマジでね、このベースのショップもこれが100個もね、50個もないと思う。多分数体だと思うわ。数体、下手したらもう 2,3 体しかないかもしれない。これもう本当にすごいね、水木しげるの祖父美術伝夜間鶴ね、本当にこれは買っといた方がいい。三月さんですよ、三月さんの夜間鶴、いやこれ本当におすすめですね。造形ね、パーツは一つのに、ワンパーツで中入って、この綺麗なこの色、お値段3000円。まあでも言うとこれ消費税入るから3300円プラス送料になるけど、それでも安い、それでも安い、大きいしね。マジでこれ本当おすすめですね、おすすめです。だからこれからもヨシキンはね、本当にいいソフビをね、ソフビとかフィギュア安くで売ってたりしたら、もう言うちゃいます、言うちゃいますね、教えちゃいますよ。しかも転売向けじゃないやつをね、あの俺が教えたことによって全部買い占められて高い値段でね売られるようなことはない。もう本当のマニアしか欲しがらないようなね、絶妙なラインのね、いいものを紹介していきます。本当に広めたい、広めたい、この夜間鶴の素晴らしさを広めたいね。みんな買ってもらってね、夜間鶴買いましたみたいな声待ってます。これ本当に本当にいいものです、いいものですね。いや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 、本当に、いやーこれいいもん買ったわ、久々に来たわ。いやーこれもういいわー、これでかいんだよね結構。いやこれね、こんだけおすすめして誰も買わへんやったら俺もう一個買おうかもしれない、これ。本当にこれしまったな、そうじゃあかん、もう一個買っといたらよかったな。これはこれはね、保存用と遊ぶ用と2個欲しいね。遊べるもん、いろいろ入れて遊べるもん、これ。いやーおすすめっす、これ本当おすすめね、絶対買った方がいい。いや本当に安いから、本当にこんだけね、古いものが定価でね売ってることないからね、本当にね。しかも水木しげるのね、機械漫画祖父美列伝ですよ。いや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 、これすごいわ。いやこれすごいわ、本当にすごいわ。三月さんの祖父美はいいわね、クオリティ高くて大きくてこの値段ね。はい、ということで、案件じゃないよ、案件じゃないんでねこれね。はい、よかったらチャンネル登録&高評価お願いします。以上ヨシキンでした。バイバーイ。